の男性総合格闘家、元柔道家、ソウル市出身、コリアントップチーム所属。柔道家時代は1996年、アトランタオリンピック柔道 95kg 級の銀メダリストで9年連続で韓国代表選手。ちなみに、金メダリストはプライドに参戦したパウエルなツらである。2005年3月26日、ヒーローズで、 ボブサップを相手に総合格闘技デビュー。左右のフック連打でサップに鼻血を出させるも、ドクターチェックが入り、試合再開直後にサップの右パンチをもらいこまけ。2005年11月5日、ヒーローズ2005インソールでショーン・オヘアと対戦し、フロントチョークで一本勝ち、総合格闘技初勝利を挙げた。二千六年六月三日、K1 ワールド g p 二千六インソールで、 立ち技格闘技にも参戦。アジア GP の1回戦を判定勝利。準決勝では、ムラッドボージュディミニアールにダウンを奪われるも、3アールにダウンを奪い返す。判定は、ドローとなり、延長戦ではローブローに苦しむが、積極的に前に出て判定勝ち。柔道家がキックボクサーから大金星を上げ、決勝に進出。決勝では、 藤本祐介の右フックで小負けし、準優勝となった。2007年3月12日、ヒーローズ2007開幕戦名古屋初上陸で、マイティモート対戦。1R にフックの連打を浴び、前のメリーに倒れて EKO 負けを喫した。2007年6月2日、ダイナマイト USA で、ブロックレスナーと対戦。タックルでテイクダウン後、 マウントポジションからのグラウンドパンチを受け、タップアウト負け。この試合は、チェホンマンがメディカルチェックで出場許可が降りなかったための緊急参戦であった。2007年9月29日、K1 ワールド GP2007 イン、ソウルファイナル16のオープニングファイトで、ランディキムと対戦し、判定勝ち。パクヨンスの GP 出場が急遽決まったための緊急参戦となった。 2007年10月28日、母国で開催されたヒーローズコリア2007でミノワマンと対戦し、打撃でミノワマンを圧倒。最後は左右のフック連打で TKO 勝ち。試合後はミノワマンの SRF8 回を見せた。2008年8月9日、K1 ワールド GP2008 i ハワイのスーパーファイトでスコットジャンクと対戦し、1R に 左フックで2度ダウンを奪い判定勝ち。ありがとうございます。